はい、皆さんこんにちは、藤本です。今回はこちらですね、動物愛護法、まあ、略して動愛法とまってね言われるんですけども、これはこの法律は、飼い主様と、ワンちゃんにとってはもう大切な法律になります。少し前、もう1年ぐらい前ですかね、このね動物愛護法少し改正されたことがありました。で、3つ改正ポイントがあったので、それを大きくまとめてお話ししようかなと思います。まず1つ目がマイクロチップ、マイクロチップの、ね、装着っていうのを義務付けられるということですね。これから子犬ちゃんを飼うにあたってですね、はい。で、大きい子もね、今は任意ぐらいになってるんですけどね、これも後々変わってくるのかなと思いますね、はい。で、2つ目が8週齢以上って書いてるんですけども、子犬ちゃんを、飼い主様に渡すまで、そのタイミングは子犬ちゃんが8週齢以降じゃないとダメですよっていう法律ですね、はい。3つ目、虐待への罰則金、これがかなり上がりましたっていうところで、この3つね、全部ね飼い主様とワンちゃんを守る法律になっておりますのでね、すごく守られたような法律になっておりますので、まあ、こういうのね少し知っていただけると嬉しいかなと思います。参考にしてください。藤本でした。